生論大学は、実地領生論時代唯一の大学。1942年開学、1972年閉鎖。スリランカ全土に、複数のキャンパスを有しており、1972年に、スリランカ大学へ変更となった。その後、1978年には、コロンボ大学、ペラデニア大学、ケラニア大学、スリジャヤワルダナプラ大学の4大学に分割された。 正論党内での高等教育実施と大学創設の要求は19世紀半ばから始まり、この要求が1906年の正論大学協会創設に結実した。正論大学協会は西洋で現代高等教育を受けたエリートが主導していた。彼らの要求により、1913年に政府はロンドン大学附属ユニバーシティカレッジの設置を決定した。 しかしその後、大学の立地や構成などについて結論が出ないまま、第一次世界大戦が始まり、1920年になって、ようやく政府が現在の大学用地を購入した。そして1921年1月、ようやく、セーロンユニバーシティカレッジが、ロイヤルカレッジ、コロンボの校舎を利用して創設された。 セイロン・ユニバーシティ・カレッジは創設当初からあくまでも臨時措置であり、最終目標は大学の創設であった。そして1942年7月1日、セイロン・メディカル・カレッジとセイロン・ユニバーシティ・カレッジが統合し、セイロン大学が創立した。コロンボに独立の大学を作ろうという宣言は、1967年の議会演説で初めて行われた。 必要な法令準備は教育文化大臣の下で行われた。新大学は1967年10月1日に設置され、1期生には人文科学、法学、理工系、医学合わせて5000名と教員300名を用意することが決まった。1972年には1966年施行の高等教育法を改正した正論大学法が施行された。 これにより実質的な独立校として存在していた正論大学4キャンパスがスリランカ大学として統合されることが決まった。しかし、さらに1978年の法改正によってスリランカ大学は現在の4大学に再び分離された。コロンボキャンパスは名称を現在のコロンボ大学に変更した。サー・ジェームズ・パリーズ、バイ・ LJM、クレ。 リトリーブドン28ノーベンバー2014ありがとうございます。